ありがとうございます。おはよ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 うございます。移動するよ。イエーイ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、手が当たんない。いや、はい。ジュニアがこうやって書くのが同じチームで、確かに。台本の3つ、説明聞いてください。よろしくお願いします。はい。ストーンズの田中さんは田中さん用のマイクがあるので、ストーンズはもう一人持ってるという形になります。はい。ストーンズの田中樹です。今日よろしくお願いします。お願いします。あの、皆さんがあちらにムービーのカメラがずらっと並ぶんで、そこが見えるように、なんとなく。はい、すいません、現状の立ち位置で、バミリット参考にしてください。うん、俺は名前だけしかない。最初にまず名前言ってて、とりあえずじゃあ、回してます、いろんな、ここで起こってますけど、その中でも、なんか、どんなことしてるかとか、なんか、アニメオタクがいるんですけど、みたいな。じゃあ、そのところで、アクロバットオタクをやらせていただきます。で、俺、ノーマイクで、大声出してるから。じゃあ、その時、うちは下がるから。あと3分だったら、ステージ行ける。3番のところだったらちょうど上なんもないから、もうちょいこっち側。あ、僕だったらいけるぞ。ちょっとどかしてもらって。はい、当たんないかな。見とく見とく。はい。じゃあ、ここだったら絶対当たんない。あ、余裕絶対当たんない。余裕だったらここでやる。うん。足開いて。 X は、いや、意外に X はね、危ないと思うんだよな。ラスト。あ、ラスト、ラスト。オッケー、オッケー、オッケー。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。俺なんてまだいいよ。衣装、おお、お腹すいた。いや、これ衣装だって。衣装です。何なの。でもなんか腰巻きするみたいなんですよ。見てください。注目してください。はい、こんにちは。こんにちは。いや、これすごくないですか。これこんなん初めて。なんかサッカーしそうな感じですよね。長めの靴下は。よいしょ。動きやすそうです。ないけどね。え？超面白かったですね。超面白かった。はい。宮近も面白いことできるよね。僕っすか？うん。僕やったことないですね。はい、面白いことは。だっていつも楽屋で笑わせてくれるじゃん。たくさん。あ、僕楽屋だけなんで。あ、そうです。衣装着替えますよ。プロ失格だ。じゃあ報告しちゃおうよ、お互いの動画。いいね。絶対見よう。無理だろ。あ、今日22時今日の楽しみできた。ね。中村海人です。さあ皆さん、今メイクしてくれてます。あ、どう。あ、かっこいいっすね。やばくない。これかっこいいっすね。これやばい。髪型かっこいいっす。いや、もう何よりも、もうどこよりも髪型が一番かっこいいよ。それはダメ。髪型めっちゃかっこいいっすね。ここもこうインしてからのこの外。那須にやってもらってんじゃないんだ。はい、今日はちょっと自分で。今日は自分でやる。はい、今日は自分で。いつも今日は那須がやってるっていうイメージがあるんだけど。僕がやってます。自分でできるようになったんだね。ちょっとずつ。ちょっとずつバブミが、バブミが抑えられてきてるけどね。じゃけんね。2回止めます。検証結果、2回で終わりました。ありがとうございました。もう最悪これ。これまま、これ一番ダメージ。一番ダメージ。今から記者会見です。
スノマンです。イエイ。始まっちゃった。まずはスノーマン。頑張るぞ。おー、ズーだろ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。